はい。ダイワピアラブです。住吉会系、村田会のラッパーのテキサスが YouTube でやっていることは、ヤクザのメンツを潰す行為です。現役を名乗り、 出てきたかと思えば、ひたすら仇の人たち、他のユーチューバーの悪口しか言っていません。小山圭吾さんに対しては、肌が汚い、アトピーだ、などと言って馬鹿にしています。 ところざわのタイソンさんに対しては、かなぶんだ、などと言って、バカにしています。相手の身体的なことをバカにしていることで、本当に許せない行為ですね、これは。 テキサスは他の仇の人や他の YouTuber を馬鹿にするために自分も YouTuber になったのでしょうかこんなことをするために YouTuber になったのだとしたらヤクザ自体のメンツを潰すことに なると思います。えー、はっきり言ってね、もう現役だと名乗り、出てきて、もう一体何をやってるんだっていうふうに、思われますからね。YouTube の運営には、テキサスのアカウントを、即時、 バンしてくれることを願います。ご視聴いただきありがとうございました。